ひどい言いようですね。愛するラク様のために走ってきたというのに。いや、次体育だろ。もう時間ねえし、早く校庭に行かねえと。そうですわね。ですからこそですわ。え？世の中には体操服萌えというジャンルもありますでしょ。ひょっとしたらラク様もその属性があるかもしれないと思いまして。様、たっぷり心ゆくまでご覧ください。体操服ってお前、そういう時は普通ジャージじゃねえだろ。っていうか人を変態みたいに言うな。うん、ラク様ったら照れることはないですわ。さあラク様、ラク様は私のどこがチャームポイントだと思われます？ああ、もう分かったから近寄るな。さっさと答えねえと遅刻する。胸かなって、俺は何を言ってるんだ。あ、そんな恥ずかしがることはありませんわ。殿方が女性の胸に興味を持つのは当然のこと。それに私だってそれなりには自信ありますのよ。そんなことより早く校庭に行くぞ。もうみんな行っちまったし。もうラク様はなかなか素直に褒めてくれませんね。もしかしてもっと中まで見たいってことですか？うん、何ジャージ脱ごうとしてんだお前。こら、こんな場所でやめろ。ラク様が可愛いとかドキドキするとか好きだ結婚しようって言うまでやめません。最後は褒め言葉じゃなくねえか。ああやべ。二人揃って遅刻だなんて皆さんに怪しまれてしまいそうですね。その時は俺の最後だ。チトゲとツグミとその他クラスの奴らに殴られて死ぬと思う。その時は本田に頼んで機動隊を呼びますから安心してください。事態が余計に悪化するからやめてくれ。しょうがないですね。ラク様は体操服には興奮しないようですから、別の手を考えませんと。いっそもう学校という枠にもとらわれずに警官やナースとかの衣装も持ち込んで。ああもういいから、これ以上はマジで怒られるから急ぐぞ。ラク様、今日の放課後はどういったご予定ですか？何もなければ私と遊びに行きません？桐崎さんとの約束ならぶっちぎっても平気ですよ。私ちゃんと黙っていますから。ねえ、いきなり出てきてグイグイ来るな。平気で危険なこと言いやがって。チトゲに殴られるのは俺なんだぞ。そんな怖い人とは早く別れればいいですのに。あ、どうしたんですかラク様。立花の髪になんかついてるな。説明するのも面倒だし、ちょっと取ってやるか。え、あのいいからじっとしてろ、すぐ終わるから。あのこんな目立つところで急にそんなことを言われても。せめて人気のないところへ。いやそういうことじゃなくて。一人で何慌ててるんだお前。ほら暴れるともっと時間かかるぞ。いいから黙って俺の好きにさせろよ。そんな男らしいセリフを言われたら私もう。でも初めてやけん、優しく。さてと。
わあ！しっかりしろ！おい、立花！ん？電話か。もしもし？もしもし、ラク様。夜分恐れ入ります。マリカです。おう、立花か。こんな時間にどうしたんだよ。ラク様は、今週の休日はどのようなご予定ですか？予定？今のところは特に決まってないけど。まあ、それでしたらぜひ私と遊びませんか。デートいたしましょう。デート。お前な、俺には一応チトゲっちゅう彼女がいるわけで。恋人がいる人と遊んではいけないという決まりはありませんわ。それにバレなければ問題ありませんよ。そういう卑怯なことはしたくねえんだよ。もさすがラク様ですね。硬派でかっこいいですわ。それならただ遊んでくれるだけでもいいですわ。デートっぽいことさえしなければ許してくれるんですよね。そりゃあまあ多分。では決定ですね。今度の休日はお家まで迎えに行きますからよろしくお願いします。ね、今ので決定なのか。ラク様と遊ぶのが今から楽しみですわ。たく、言い出したら聞かないもんな。お前、今回だけだぞ。でも変なことはすんなよ。嫌ですわラク様、そういう警戒は普通女の子の方がするものですわよ。とにかく今週末は絶対遊びましょうね。約束ですよ。分かった分かった、約束してやるから。お前ももう寝ろ。明日だるくなっても知らねえぞ。了解です。ではでは、おやすみなさい。ああ、おやすみ。愛してますわラク様。ちょっ、こら、さらっと、とんでもねえことって、もう切ってるし。やりたい放題だな、立花のやつ。坊ちゃん、朝ですよ。早く起きないと遅刻しますぜ。今起きるわ。今朝のご飯はアジの開きでさ。よし、今日も一日頑張るか。で、桐崎さんとは最近どうなんだね。私めに話してごらんなさい。なんだそのキャラは。手の感触は、唇の柔らかさは、いやもしかしてそれ以上のことに発展してたりするのかね。いやー、もうラク君のエッチ毒されつけるくせやろ。うぜえ、つうか何もしてねえし。ま、そうだよな。お前はそういうこと積極的にできる人間じゃないし。その言い方も腹立つが、そもそもお前は俺とチトゲが偽物の恋人関係だって知ってるだろ。俺からすれば偽物から始まる本物の恋があってもいいと思うけどな。バカ言え、大体俺は小野寺がだな。じゃあ、その小野寺とはどんな感じなんだ。別に今は特に何も。
おい、その露骨なため息はやめろ。お前の周りにはマリカちゃんや聖志郎ちゃんなんて素敵な女性もいるってのに、この男は何をやってるんだか。つぐみ？あいつは別に関係ないだろ。そのセリフを聞いたらきっと泣く、いや怒って殴りかかってくるだろうな。は？とにかくお前はもっと積極的かつ大胆に行動するべきだぜ。絶対にな。その根拠は？俺が面白いからだ。真面目に聞いた俺がバカだったよ。じゃあな。まあ待てって、なんだかんだ言ってお前の恋は本気で応援してるぜ。俺はいつだって楽の味方だからな。調子のいいやつだな。そういうお前はどうなんだよ。あんまりお前の話って聞かねえけど、好きなやつとかいんのか？どうだろうね。どうだろうねってお前の話だろうが。そうだな、まあ俺の場合、好きっていうか憧れっていうか。憧れ？はいはい。それより今後の楽の小野寺攻略作戦を考えようぜ。それもとびっきり面白いやつ。いいって、お前の企みに乗るとろくなことがねえし。恋の決め手はフィーリング、タイミング、そしてハプニング。ダメ？とりあえずハプニングだけでもガンガン起こしていこうぜ。ラッキースケベもあるかもよ。そういうのはもう間に合ってんだよ、勘弁してくれ。ちぇ、つまんねえの。だが俺はお前を楽しませるために頑張るわけじゃねえんだぞ。